者2名の選手をお呼びいたします。ゼッケンナンバー87番鈴木隆弘選手、ゼッケンナンバー88番後藤優太選手、以上2名の選手となります。それでは2位の選手からコールいたします。第2位はそして優勝はゼッケンナンバー88番後藤優太選手、おめでとうございます。プレゼンターは関西ボディービルフィットネス連盟中尾隆司会長です。よろしくお願いいたします。表彰状優勝後藤優太殿、あなたは第2回関西バスキュラメンズフィジーク選手権大会において当初の成績を収められました。よくここにこれを表彰します。令和5年8月3日関西ボディービルフィットネス連盟会長中尾隆司でございます。関西ボディービルフィットネス連盟より賞状が贈られます。表彰状優勝後藤優太殿、公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟会長川川隆です。公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟より賞状が贈られます。そして関西ボディビルフィットネス連盟より金メダルが贈られます。そして日本連盟より盾が贈られます。はい、そして、2位の選手にもメダルと賞状が贈られます。優勝しました後藤優太選手にはこの後ウミタペプチとビープロテインゴールドジム様より副賞が贈られます。そして2位の鈴木隆弘選手にもこの後ウミタペプチとが贈られます。はい、それでは3歩前に出ていただきまして、足元に賞状と盾を置いていただきましたら記念撮影を撮ってまいりましょう。はい、それでは得意なポーズ2ポーズ撮ってまいりますよ。はい、ポーズ、もう1ポーズ撮りますね。はい、ポーズ、はい、もう1枚ね。はい、いきますね。はい、ポーズ。関西マスクラーメンズフィジーク優勝はゼッケンナンバー88番後藤優太選手、おめでとうございました。この人選手に大きな拍手をお願いいたします。それでは選手退場となります。